パームデールの戦いは1956年にアメリカ合衆国で発生した無人航空機の暴走及びその後の撃墜の試みに関する一連の出来事である。1956年8月暴走した無人機を撃墜するためアメリカ空軍所属の溶撃機がカリフォルニア州南部の上空に展開した。無人機はポイントマグー海軍航空基地から離陸したが 直後に操縦不能状態に陥っていた。オックスード空軍基地を出撃した溶撃機は、すぐに無人機を捕捉し、搭載されたロケット弾を全弾使用したが、これの撃墜に失敗した。無人機は燃料が切れた後、人口の少ない砂漠地帯に墜落した。この事件の最中、面積にして1000英カー以上が炎上し、多くの事象、建造物が損害を受けるか破壊された。 F6 階から 5K 無人機1950年代、中頃、アメリカ海軍は艦船及び施設の防衛のため、地対空、空対空ミサイルの開発を行っていた。当時試験されていたミサイルとしては、AIM-7 スパローやオム N-10、イーグルなどがある。ミサイルの能力を確認する際には、無人標的機が使用された。グラマン F6 から 5K、ヘルキャットは、 こうした用途に使われていた無人機の一つだった。同時期、空軍においては、ソビエト連邦の戦略爆撃機からいかにして国土を防衛するべきかが議論されていた。1956年の時点で空軍が第一線に配備した最新鋭の溶撃機は、重武装のノースロップ F-89D スコーピオン戦闘機であった。空軍では30個の現役部隊。 空軍周辺では7個の溶撃機飛行隊にて運用されており、アラスカからニューヨークまでの各地域に F-89D が配備されていた。1956年8月16日朝、ポイントマグー海軍航空基地にて、視認性の高い赤色に塗装された F6 階から後、刑務人機が海軍による最後の任務のために準備されていた。11時34分。 無人機は離陸し、無線操縦によって太平洋上のミサイル試験空域に向かった。しかし、その後しばらくして無人機は操縦を受け付けなくなり、暴走状態に陥ったと判断された。操縦手らは無人機が上昇しつつ緩やかに左へと曲がり、ロサンゼルス市のある南東へと向かうのを目撃していた。海軍には無人機の追跡に適した航空機がなかったため、 5マイル北のオックスナード空軍基地に連絡した。直ちに第437戦闘迎撃飛行隊所属の F-89D 戦闘機2機が出撃した。1機目には飛行士、ハンス・アインシュタイン及びレーダー種 CD マレーの両注意。2機目には飛行士、リチャード・ハリマンとレーダー種、ウォルター・ヘールの両注意がそれぞれ登場していた。両機は、 アフターバーナーを全開にして北へと飛行し、無人機をロサンゼルス北西上空3万フィートで捕捉した。無人機は南西へと進路を変え、ロサンゼルス通過後、再び北西へと進路を変えた。無人機がサンタポーラ上空でゆっくりと旋回し始めると、F-89D 戦闘機のパイロットらは、マーク4マイティマウス2.75インチロケット弾での攻撃を行うべく、 無人機が人口の少ない地域まで移動するのを待った。ロケットを搭載した F-89D 戦闘機、第114、溶撃戦闘機群所属機戦闘機乗員らは攻撃手段についての議論を交わした。彼らの F-89D には、新型のヒューズ製 E-6 火器管制システム、アン・エペジー -40 レーダー、 攻撃計画コンピューターが搭載されており、無誘導ロケット弾を自動モードで発射するにあたって二つの選択肢があった。すなわち、対象の後方につき追尾する形で発射するか、対象の深度に対し直角に侵入しま横から発射するかである。議論の末、無人機は旋回し続けていたため、後者が適していると判断された。北西へと旋回してから間もなくして、 無人機はフィルモア及びフレーザーパーク上空を通過し、ほぼ無人のアンテロープバレー西部上空に侵入した。F-89D 戦闘機は自動モードでの射撃を複数回試みたものの、下機管制システム設計上の不備のため、ロケット弾の発射には失敗した。直後、無人機は再び振動を変え、ロサンゼルスへと引き返し始めた。 アインシュタインとハリーマンは故障した自動モードでの射撃を断念し、手動モードへの切り替えを余儀なくされた。もともと F-89D 戦闘機は照準機を装備していたが、彼らの蒸気からは E-6 下機管制システムを搭載するにあたって取り外されていた。レーダー誘導システムが故障した状況下にあって、彼らは照準機を使うこともできないまま、 無誘導のロケット弾の射撃を行わねばならなかった。F-89D 戦闘機は104発のロケットを一度に発射することが可能で、全弾発射に要する時間はわずか0.4秒であった。また、2つの異なるパターンでリップル射撃を行うこともできた。2リップルまたは3リップルである。1発でも命中すれば対象を撃墜することが可能と考えられた。 マレーとヘールはインターバロメーターを調整し、射撃パターンを3リップルに設定した。無人機がキャスティーク上空を飛行している最中、最初の戦闘機が42発のロケットを発射したが、命中弾はなかった。2機目も続いて攻撃位置について42発を発射した。この時には数発が無人機の下部をかすったものの、爆発は起きなかった。 ニューホール付近で2機の戦闘機は再度攻撃を試み、合計64発のロケット弾が発射されたものの、命中弾はなかった。2機の乗員は、インターバロメータを再調整し、無人機が北東に進路を変え、パームデールの街へと向かおうとしたところで最後の攻撃を行った。しかし、合計60発のロケット弾は1発も命中しなかった。この事件で空軍は、 合計208発のロケットを発射したものの F6 回から5系無人機を撃墜することができなかった。マーク4マイティマウスロケット弾を射撃する F-89D 戦闘機戦闘機が燃料不足で起動した頃パームデールへと向かっていた無人機もまた燃料が切れエンジンが止まりかけていた。無人機はゆっくりと円を描きながら高度を下げ パームデール地域空港から東に8マイル離れた砂漠地帯に墜落した。この際、P 通りの未舗送区間に設置されていたサザンカリフォルニアイジソン社の送電線を切断している。無人機の右翼は砂にめり込み、横転の後に大破した。1997年7月、考古学者らの調査中に残骸の一部が発見され、部品番号と検品スタンプからこの事件で墜落した。 無人機のものと確認された。無人機が暴走した原因は、地上の送信機、もしくは航空機側の受信機の誤作動が原因だと考えられている。この事件は地上に被害をもたらした。無人機の撃墜に用いられたマーク4ロケット弾には PD 弾頭が取り付けられていた。208発発射されたロケット弾のうち、起爆せず発見されたのは15発のみだった。 最初に発射されたロケット弾は、キャスティークから北東7マイルに位置する雑木林で火災を引き起こし、冒険キャニオンからほど近い急リッチルートを含む150エーカーが消失した。2回目の攻撃で発射されたロケット弾のいくつかは、ニューホールの街の近くに着弾した。プラセリタキャニオンでは、一発のロケット弾が地面を跳ね回り、公園近くの複数箇所で火災を引き起こした。 他の複数のロケット弾は、インディアンオイル社の原油貯蔵所に火災を引き起こした。火災は、バーマイトパウダー社の爆発物工場から300フィートの地点まで及んでいた。その他、クレアソン山近くのソルダットキャニオン付近でも、ロケットによる火災が起き、350エーカー以上の雑木林が消失した。最後の攻撃は、 パームデールの方向に向かって行われたので、多くのロケットが市街地に到達した。無人機がパームデールのダウンタウンを通り過ぎると、マイティマウスが今日のように降り注いだ。東3番街に住むエドナ・カールソンによれば、空軍のロケットが炸裂した際の破片が家の正面の窓を割って飛び込み、天井で跳ね返り、壁を突き抜け、最後は、 台所の食器棚に飛び込んだなどと報じられた。東4番街ではロケット弾の破片が多くの家やガレージを貫通していた。一発は西10番街に近い修道138号線を走行中の自動車の目前に着弾し、破片がタイヤを切り裂いた上、車体を穴だらけにしていた。プラセリタキャニオンでは作業用トラックの車内で食事をとっていた二人の 男が木陰で休もうと離れた直後にロケット弾が着弾しトラックを完全に破壊した。サンタクラリタ近くでは多数の火災が発生した。パームデール周辺では大規模な火災が3カ所あったほか、小規模な火災も無数に起きていた。対応のために500人の消防士が投入され、状況が安定するまでに2日間を要した。1000エーカーが消失した。死者はいなかった。 ありがとうございます。